エンヘル・アリステ・デス・チャベスは、パナマ・ダビット出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。1998年10月30日に、サンフランシスコ・ジャイアンツと契約を結んだ。2005年8月30日のコロラド・ロッキーズ戦で、メジャーデビューを果たした。2007年1月12日にニューヨーク・ヤンキースに、マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。 この年は結局、トリプル a のスクラントンウィルクスバリーヤンキースで114試合に出場した。2007年12月12日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。2008年3月31日にメジャー契約を結び、開幕ロースター入りを果たした。しかし、1試合も出場することなく、ディーフになった。 その後、ウェーバーにされ、トリプル A のラスベガスフィフティィテワンズでプレー。オフに、FA に。2009年1月に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。開幕前の3月に、第2回 WBC のパナマ代表に選出された。2010年2月にタンパベレイズとマイナー契約を結んだ。2011年4月に、アメリカの独立リーグのアトランティックリーグに、 加盟しているブリッジポートブルーフィッシュと契約を結んだ。2012年1月にパナマの国内リーグのボカスと契約。この時ボカスは優勝した。2012年5月にメキシカンリーグのラグナカウボーイズに移籍した。11月に母国パナマで行われた第3回 WBC 予選のパナマ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。ありがとうございます。